今日紹介する車は何でしょうか今日はですねクラウンスポーツですねクラウンスポーツ用のエアロパーツ完成しましてそしてコンプリートカーの販売スタートと新車のですねという動画になります今クラウンスポーツってはい買えるんですか、はい、買えるんですよあ普通に普通に買えます納期はどれぐらいでええ、ちょっとばらけてるんですけど、はい 早いと半年以内で来ますし、あ、いいですね。かかると半年超えるかなみたいな。あ、でもなんかあれですか、一、うん、年待ち二年待ちみたいなレベルではない,、はい。そこまではいかないと思いますね。なるほどあ、いいですね。じゃはい。ということで、はい、新車カスタムコンプリートカーもう早めに。うん ご乗車できるみたいなできますね車ですねはい速納できるコンプリートカーもご用意できますんであそうですかそうなんですよはいで2台並んでますけどもこれはどう見ても手前がカスタムコンプリートカーですねそうなんですよで奥がノーマルですかねこれねローダウンだけしてます赤色の方そうなんですか実はこの車ねローダウンするだけでかなり雰囲気変わるんでちょっとこうあの3センチほど落としてみました赤の方は それは車高調ですか車高調です。車高調でブリッツさんの車庫調でローダウンですね、はい、で白い方は白もね今回ブリッツさんの車庫調で落としてますあ結構落ちるんですね結構落ちるんですよへえーはい、ここまで行けますんで、はい、でホイールは22インチ、はい、おーでかいのいきましたね DDR の01シリーズはい。こちら22インチまでラインナップありますんでなるほど。鋳造のツーピースなんですけど、はい 今この5本スポークの01とそれからメッシュタイプの02と2種類22インチ選べますのであそうですか、はい、ちょっと真横から見てみましょうか、ええ、こういう感じですね。22インチというとすごい大きいイメージかもしれないんですけど、はい、まあ実はクラウンスポーツ結構ドンピシャサイズなんですよね。はまってますすねサイズ感そうなんですよ 赤の方が純正ですけど装着なんで1インチのサイズアップでタイヤの方が2453522なので割と乗り心地よく乗っていただける30ではない30じゃないんですよはいこれでね純正のタイヤサイズと結構いい分でいい感じにくるのでこのサイズ感はおすすめですかね一般的には21インチを入れられる方が圧倒的に多いと思うんですけど40返平ですね だとなちなみにこれ色は何色になるんですかホイールは、えー、クリスタルチタンカラーということでクリスタルチタンカラーそうですね、はい、でちなみに助手席側は、はい、クリスタルブラック,ブラックこういうちょっと渋い系の クリアのブラックカラー入れてるんでちょっとガンメタみたいなね感じの色目になるんですけどあとオーダーカラーもできるので例えばツヤありの真っ黒とかそういうふうな色も選んでいただくことはできますっていうのがちょっとホイールから先に言っちゃいましたけどそうですねこのホイールがオリジナルホイールとそうですねこれクールオリジナルのホイールブランドベルズホイールの DDR01 鋳造ツーピースねメイドインジャパンですそんで エアロパーツですねあとは行きましょうか、はい、今回は4点エアロパーツを先行で作らせていただきました、はい、まずフロントからいきましょうかはいフロントなんですけど、うん、これね純正バンパーの下からこうつける、まあ、あのフラップタイプのように見えるんですけど、はい、まあ実はこれハーフタイプになってまして、はい、下からかぶせてつけるみたいなちょっと純正バンパーかぶってるってことなんですかかぶってるんですよねだから割とこう 先端は細いんですけど、はい、15ミリで、うん、割とこう分厚めの設定になってて、はい、でここは塗り分けで立体感を出してるんですけど、実はこういうエアロになってます。あ、はい。それフィンが立ってるように見えますけど、ええ、実際はそこまで立ってないってことなんですね。そうなんですよ。だからもうちょっとボリューム感のあるエアロをつけたいなって思われる方は、これ白一色。 うん、がおすすすめでそうすると割とこう分厚くこうついてくるんでんまあ今回はちょっとスポーティーなアレンジのイメージでちょっとこうね塗り分けで白く細く見せてるんですけどうまあそういうような感じのエアロになってるんで、はい、まあこうボディーラインから、まあ、違和感なく収まるようなイメージでまとめてますね。はい、でこうこの見えるラインの部分がちょっと斜めにこう入れてるんですよね。 ははい、はい内側にそうなんですよこう普通こう起きてこう引っ張るケースが多いんですけど、はい、もうこっちに内巻きにしてるんで、はい、この辺りも少しボディとのこう違和感のない一体感を狙ってうんちょっと細かくこだわってるポイントですね、まあ、ちなみに純正で見るとはいこっち純正ですねこっち純正ですねそんでこうとそうですねはいこう見比べていただくとちょっとこうやっぱり低く <laughs> ワイドにちょっとカブにボリュームアップしてみたいな、はい、まあそういう感じになりますかね、うん、でサイドステップこのままいきましょうかでサイドステップは今回ハーフカバーです、はい、いわゆるサイドスカートって呼ばれるようなあのパーツになると思うんですけど、はい、ですねここの白色の部分ですね <laughs> こういう形で3分割でつけてます、はいうん、ですんでこの黒い部分は純正ですね、はい、でちょうどこののプレスの少し下 からスタートをしていくという感じになるんで、まあ、ダウン量も15ミリダウンですね。はいフロントも15ミリダウンです。あんまり、こう、純正から落ちてないっていうのが、こだわりのポイントですかね。うん。で、開くときは、このように、ドアにくっついて開いてきますんで、で、ギリでギリでかわすようなデザイン性となってますんで、で、ちょっとこうね、純正が内巻きにこういってるので、逆に、 逆 R で、はい、スカートのような、<ー>まさにスカートのような逆反りデザインから、はい、こっからまた逆にへこましてですね、はい、こういって、で、ここにちょっとスポーティーなフィン形状をデザインしてると、うんはい、こういう感じのエアロになってますね。で、こちらも同じく内巻き。 本当ですね、この面は内に巻いてますという感じでこう馴染み純正ボディとの馴染みがいいようにというイメージですかね。はい、でちょっと開けた時のちょっとしたこだわりのポイントとしては、はい、こうドアを開けていただくとですねはい、はい、こっちですかそうですすかそうね、はい、ここが壁が作ってあるんでこういうエアロになってますので開けた時も開きっぱなしじゃなくて。なるほど、ええ ちゃんとこう閉じられた箱型のエアロパーツと、はい、後付け感がない感じですねそうですねこういう感じですねなるほどはいはいこれがサイドですねはいリアはね2種類あります,、はいすね、まず下からいきましょうかはい下はこれリアもリアスカートという感じのこうちょっと末広がってるはいはいはい、はい、両サイド末広がって、うん、カバー的にかぶせながらはい この部分は？空洞がある。ディフューザーになってます。はい、この部分ですね。はい、はい。これが一体成型なんで。 結構こうえぐい形してるんですけど、はい、一体もののエアロになってるんでんまあこの辺りをこう塗り分けて黒く、はい、で底面も今回黒く塗り分けて、はい、まあ白のラインで走しらしてるんですけど、うん、まあこの部分真っ黒でもいいでしょうし、うん、それからこの底面まで白を持ってくると、はい、まあ結構エアロは大きく見えるのかなって感じですかね。うこういうい感じですね横から見ていただくとほとんど出てません。 あそうですか結構跳ね上がってる感はあるんですけどねそうなんですよ実はもう1 0ミリ出てるか出てないかぐらい純正からぐらいで抑えてるんでまあこの辺りのちょっと斜め感突き刺さる系みたいなのがちょっとデザインのポイントかなと純正だとちなみに純正はちょっと丸い感じなんですよね ね、真後ろから見ていただくとちょっと車がワイドアンドローにこう見えるようなそして羽です羽ウィングはいこのルーフエンドウィングですねパーツとしてはここからこういきますはいはいあこっちですねはいまああの 8cm ぐらいの幅のあんまり大きくないウイングなんですけど、はい、まずこの横面にしっかりとかぶせてええ、はい あの壁があるのとそしてやっぱり少しこう跳ね上がったこのデザインですねはいはいでかなりちょっと速そうなでもシンプルなっていうようなちょうどいいところを狙ってる感じですねこれは純正のウィングの上ですねそうなんですよですんでこの黒い部分は隠れますよねほんでこの辺りに入ってくるとこういう感じでこれハイマウントはハイマウントはねこのまま下に ここで光りますんで隠すことなく両面テープでつけるだけなんで上から、はい、あの非常に取り付けも簡単ですし DIY でもまあつけていただけるウイングになってますね、はい、まあこの折れ曲がってるところが囲いウイングみたいな <laughs> 感じのね囲い,い系の囲い,い系のウイング、はい、こっちから見た時にちょっとこの横の壁が見える,るっていうのがこだわりの なるほどポイントですかねそれと今開発中なのがここのウィングですはいリアゲートウィングですねこれあの近日完成すると思うんでこれは今付いてない状態ですねそうですねここに付くウィングを開発中ですはいという感じでしょうかねはい以上ですかそうですねということでまあエアロパーツ単体でももちろん購入できますけど新車カスタムコンプリとかですねそうですねそれのお値段内容はどうなってますでしょうかこれは新車ベースではい フルカスタムした状態で699の税込み価格となります140万円ほどのオプションパーツが含まれるんですけどまず先ほどのエアロパーツが3点ですフロントサイドリアのアンダーですねでウイングはオプションになりますそれからブリッツさんの車庫調ですねそしてホイールの方は 20インチがコンプリートカーのベースパッケージになりますので21インチ22インチと、えー、変更ももちろん OK なんですけど少しその分追い金がかかるよっていう形になりますね20インチのこの鋳造の2ピースシリーズが7種類あるんですけどこちらから選択していただけるという感じのパッケージングですねそれがコンプリートカーの仕様となっておりますということで、はい、こちらのお車どこで買えるんでしょうか、えー、プールただいま全国12店舗を展開しておりまして えー、9月には四国初上陸で香川丸亀ストア店がオープンしてるんですけどそして13店舗目が12月の末から来年の1月にかけてニューオープンしますクール東京八王子市にクール東京も出店しますんで、まあ、全国13店舗になるんですけどもこちら全店舗で受付可能ですもちろんね、えー、お車持ち込みで例えばローダウンをしたいホイールを入れたいエアロをつけたいっていう カスタムの相談も、OK、ですし、車ごと購入したいよっていう方は新車のオーダーもいけますし即納のお車もご用意できますんで是非ともお気軽に最寄りのですねクール店舗まで足を運んでいただければと思いますちなみにえこちらの店舗はここはクール名古屋店になりますね名古屋市緑区にありますクール名古屋店はいシャッターボコボコですけど <laughs> 名古屋店になりますということで本日はクラウンスポーツのニューエアロアス コンプリートカーのご紹介でした。ありがとうございました。